インターハイの女子ハンマー投げで大会記録で優勝した日本陸上界のホープ奥村りりか選手が天理市を訪れ抱負を語りました。市役所を訪れ並川市長に優勝を報告した奥村選手は天理市にある県立添上高校の3年生です。8月のインターハイでは大会記録を連発したほか、6投目に高校記録にあと5センチと迫る56メートル79のビッグスローを放ち、見事優勝しました。中学生までは砲丸投げの選手だった奥村選手ですが、他の選手と比べると細身なものの手足の長さなど体格には恵まれていて、今後は日本のトップ選手に成長することが期待されています。今年は戦うたびに記録を更新するなど一挙に才能が開花し、夢も大きく膨らんでいます。次の目標はアンダー20日本選手権で、まずインターハイで出せなかった高校記録を更新することが目標です。夢はもっと大きい舞台で活躍できるようになりたいです。